8回。今回は東京都議会議員候補北島邦彦さんと一緒に杉並からお送りします。一面です。豊洲移転反対、小池倒せ。都議会議員選挙が23日に告示されました。安倍政権は共謀罪強行採決と加計学園事件で追い詰められています。安倍政権は悪の巣窟です。杉並区から立候補した北島邦彦さんの勝利を勝ち取り、自民党安倍政権、豊洲移転強行の小池都知事を倒しましょう。二面です。小池都知事が豊洲移転を宣言、食の安全が崩壊する。6月20日、小池都知事は豊洲市場への移転強行を宣言しました。築地は再開発工事でオリンピック用の道路を通し、市場環境の破壊と民営化で食の安全も破壊されます。小池を擁護する日本共産党を乗り越え、北島邦彦さんの勝利を勝ち取りましょう。あの加計学園事件、あんな腐敗を深めている安倍首相を監獄に追い込んでやろうじゃないか。彼女が言っている都民ファーストは大企業ファーストですよ。大金持ちファーストですよ。労働者が団結してストライキをもってこの資本主義という社会を根本から変えるような、こういう声と運動と行動、一緒に皆さん起こしていこうじゃありませんか。せーの、チャンネル登録。